中日ドラゴンズの新たな戦力として2023年シーズン凄まじい活躍を見せている細川成也選手。179センチ98キロという恵まれた体を持ち、毎年期待されながらもプロ6年間で放った本塁打数はわずか6本と苦しんでいました。しかし2023年シーズンから中日へ移籍するとようやくその才能が開花し、開幕3戦目には6番ファーストでスタメン出場を果たし、ヒットを記録し、4月23日に行われた阪神タイガースとの一戦では4打数2安打2打点と活躍するなど、現在の中日にとって外せない戦力となりました。そこで今回はそんな細川選手の現役ドラフトでの入団から現在の活躍に至るまでをご紹介していきたいと思います。昨シーズン中日は与田剛前監督から新たにミスタードラゴンズ立浪和義が新監督に就任し、リーグ制覇へ向け勢いに乗りたいところでしたが、シーズンが終わってみると2016年シーズン以来最下位に沈むこととなってしまいました。投手陣は大野雄大選手や小笠原慎之介選手などの活躍もあり、チーム防御率はリーグ2位となる 3.28 という成績を収めながら、得点414、本塁打数は62本と174本でリーグ1位だった東京ヤクルトスワローズと倍以上の差をつけられ、リーグワーストという結果となり、課題は明確になりました。そんな中、プロ野球界は2022年12月9日新たな試みとなる現役ドラフトが開催され、出場機会に恵まれない中堅選手の移籍を活性化する制度で、ここで中日は長距離砲の獲得を目指し、横浜 DeNA ベイスターズから高校通算63本塁打を記録した細川選手を指名し獲得することとなりました。そんな細川選手は春季キャンプを1軍でスタートすることが決まると、キャンプインからガンガンアピールしていきたい、結果にこだわっていきたいと意気込み、キャンプ2日目にはフリー打撃に登場すると、持ち前のパンチ力を遺憾なく発揮し、112スイング中20本柵越えを放ち、首脳陣にアピールしました。キャンプ第1クールを終え、恒例となっているチーム MVP を尋ねられた立浪監督は、細川ですね、練習もちゃんとやってましたし、結果も出ています、うちに足りないものを持っていると評価しました。この勢いのままオープン戦へ突入するも、打率 2-0 6安打1本塁打1打点とそれほど目立つような成績を収められませんでしたが、開幕は1軍での起用が決定しました。開幕スタメンこそ逃したものの、読売ジャイアンツとの3戦目には6番ファーストでスタメン出場を果たし、4打数1安打と結果を残しました。現在中日は18試合を終え7勝11敗でリーグ最下位となっていますが、4月23日に行われた阪神タイガースとの一戦では3番ファーストでスタメン出場を果たすと、中日が0対1と1点ビハインドで迎えた5回裏、2アウトランナー1塁3塁のチャンスを作ると、細川選手が初球から積極的にスイングし、打球は勢いよく伸び右中間を真っ二つに破り、2者が生還し2対1と逆転に成功。そのままリードを守り、前日完封負けを喫したチームが19イニングぶりに得点を入れ勝利しました。これらの活躍に細川選手本人は、打ったボールはストレートです、福谷さんが頑張って投げていたのでなんとかランナーを返したい気持ちで打席に入りました、チャンスでしっかり打てたのでそこが一番嬉しかったとし、続けて初球から行こうと決めていました、チームの勝ちにつながってよかったですとコメントすると、立浪監督は彼の魅力であるしっかりとしたスイングができていると評価しました。さらに今シーズン初の3番起用について問われると、ここ2試合ヒットがない中、ちょっとクリーンナップに成長させたいなという気持ちもありつつ、6番で気軽に打ってほしいなという思いもあった、でも現状は細川に頑張ってもらわないといけないんだよねと語りました。またダゾンが公式 SNS にレイからの再スタートのコメントを添えて投稿すると、ファンからは中日来てくれてありがとう、細川という神、細川大活躍、嬉しいよ、細川もう中日の主力やな、現役ドラフトとかいう神制度などと細川選手を応援するコメントが多く寄せられました。現在細川選手は指定打席数には不足しているものの、打率3割4分0厘16安打5打点という素晴らしい成績を収めていますが、この活躍の裏には
和田和弘打撃コーチとの練習の成果だと細川選手本人は言います。中日春季キャンプ中、全体メニューが終わった夕方の室内練習場、大砲候補の細川選手や鵜飼選手らがテニスラケットでテニスボールを打ち、スピードスケートの練習で使われるスライドボードを利用して T 打撃に挑んでいました。共に下半身を意識することが目的で、和田コーチは間を取るんだなどと声をかけながら午後8時くらいまで練習に付き合っていました。現役時代は埼玉西武ライオンズと中日で通算2050安打319本塁打をマークし、2015年に現役を引退してからは解説者として活動する傍ら、アマチュア球界で指導していました。中日時代、共にプレーした立浪監督に打撃の引き出しの多さを買われ、打撃コーチとして招聘されると、チームの大きな課題となっていた打撃力の向上を任されました。キャンプ序盤の全体練習前には、昨年よデータに狙い球などのアドバイスを送り、朝から晩まで稼働し、僕が動いているわけではない、選手を一人前にしたい、いろんなヒントを出してきっかけをつかんでくれれば嬉しいと語りました。開幕前には細川選手のことを、とにかく練習熱心、これでダメならって気持ちが伝わってくる、なんとかしてやりたいですね、 DeNA では三振をしないようにしてたみたい、そんなの気にしていたら持ち味がなくなる、立浪監督にはある程度の三振はしてもいいって許可はもらってたんで思い切って振らせてます、バットが外回りしなくなったし、スイングも良くなってる、あとは実戦に入ってどうなるかでしょう、努力は必ずしも報われるような甘い世界じゃないですからね、とコメントすると、細川選手もキャンプで和田さんに指導をいただいてから一つ一つの練習が少しずつ身になってきたのだと思います、テニスの練習はキャンプが終わってからも続けています、少し調子が崩れてきたなと感じた時に、室内で19程度自分でトスを上げて打つことで感覚をつかんでいますときっかけを作ってもらった和田コーチに感謝しました。楽天から巨人に移籍したオコエルイ選手や、巨人から広島に移籍した戸根千明選手、ソフトバンクから阪神に移籍した大竹耕太郎選手など、現役ドラフトで移籍した選手の活躍が今シーズンは目立っています。細川選手もその中の一人で、プロ6年間でわずか41本のヒットしか打てなかったにもかかわらず、今シーズンは開幕から約3週間で3番に抜擢されるなど、細川選手への期待が高いのが見て取れ、またそれに応える細川選手も素晴らしいです。長打力に欠ける中日で細川選手の期待はさらに高まることでしょう。今シーズンの細川選手の活躍に注目が集まります。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。